そろそろ誕生日恒例のインタビューの開始時刻ですが、プレゼンターの方は来ていないようですね。一体誰が魔法のバースデーダイスに選ばれたのでしょう。有意義な時間を過ごせるといいのですが。失礼します。アズール先輩、誕生日おめでとうございます。プレゼンターのエーストラッポラです。選ばれたのはエースさんでしたか。お祝い感謝いたします。アズール先輩のプレゼンターになったって聞いて焦りましたよ。プレゼント選ぶの大変ぞって。そんなに悩む必要はありませんよ。僕はお気持ちだけでも十分嬉しいです。その笑顔、裏がありそうで怖いんだよな。ま、それは置いといて、俺が真剣に選んだプレゼントです。どうぞ、受け取ってください。ありがとうございます。では、開封させていただきましょう。これは、枕ですか。シルクカバーの触り心地がいい。優雅な光沢感があって見た目も上品だ。中身は、手のひらの形が残るぐらいの程よい柔らかさ。低反発のウレタンですね。詳しいっすね、アズール先輩。しかも触っただけでそこまでわかるとは。さすがというか、なんか。以前、椅子用のクッションを見繕った際に少々調べたことがありまして、この素材は体へのフィット感の高さが特徴だったはず。首や肩の負担軽減になりそうですね。まさにそんな歌い文句でしたけど、もしかしてすでにこだわりの枕を愛用してたりします？いえ、枕は特にこだわりがあるわけではないので、専門店の方に勧められたものを使っています。そもそもサンゴの海では枕が必要なかったので、睡眠において重要度の高いアイテムだとは知りませんでした。え？ってことは学園に入るまで枕使ったことがないってこと？どうやって寝てたの？大きな貝殻や巻貝の空洞を寝床にすることが多いです。海底ではふかふかのマットや枕は使えませんから。初めてベッドに横になった時は体が深く沈み込む感覚に驚きました。最初は慣れませんでしたね。へえ、やっぱ海と陸の生活って想像以上に違うんすね。硬い貝の上で寝たら翌朝体痛くなってそう。でも今の話を踏まえると、我ながら悪くないチョイスだったかも。アズール先輩、いつも忙しそうだから疲れが取れるものがいいかと思って、この枕でぐっすり寝てください。なるほど、疲労回復効果のあるものを選んでくださったとは、なかなか気が利きますね。最初はアロマとか食べ物とかも疲れを取るにはいいかなって考えたんですけど、匂いって好みが分かれるし、アズール先輩は舌が肥えてそうだからやめときました。エースさんは思っていたよりも僕に対する理解があるようだ。普段から口に入れるものには気を使っていますから、ご配慮いただきありがたいです。エースさんが選んでくださった枕も早速今夜から使わせていただきます。